では、続きまして今度は下半身体の方向をちょっと行こうかなと思います。ちょっと立ってみていただいて両足を揃えます。で、両手を後ろ側にお尻のところに置いてもらって、このまましゃがんでみてください。ここまでいけるかなって感じです。で、今そんな感じですね。ちょっとかかとが浮いちゃうかなって感じですね。横向きでも同じようにつき合ってみましょう。はい、っていう感じですね。はい、ちょっと硬さが見られるかなっていうところになります。で、ここは、股関節もそうですし、足の側関節もそうですし、この膝周りを含めていた下肢の自由度合いが足りなくなってくるっていうところによって、行っていきますので、この膝の動きを関節のモビリティを良くしていくという動作を少し行っていきます。ポールを今回また使っていきますが、何でもいいです。椅子とか壁とかを利用してもらえたらなと思いますが、ボールを置いて足を前に向いて膝を向けていくというような動きになります。で、これ軽くバランス取れるように見てもらって、片足前後に開きます。で、この前の方ですかね、この膝をここに向けていくようにす、膝が前に出る動作っていうのを意識づけさせていきます。で、このモビリティがだん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 上がっていったら、今度はちょっと内側を狙ってモビリティを、センターは内側で、どうしてもちょっと分かりづらければ、この目的になるところを内向いてます。ここに向かってコンビニティを作っていきます。で、今度は反対です。膝が外に向いています。で、3本と入れると動くようになってきたら、少し今度はこのターゲットを遠くに向いていきます。で、ここまで。で、肩が浮かないようにしたいっていうことが大事ですね。肩が浮いてるとまた違う動作になっちゃうので、肩が浮かずに少しずつ遠くまで遠くまで遠くまで行けるようにしていって、関節のモビリティを上げてあげます。これは前の内側や外側、いろんな方向をどん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 やっていくと、結構柔らかそうなので、ここまで結構きついかな。あ、いいですね。いいですね。はい、そうそうそう、肩が浮かないように。はい、っていうのがね、形になってきます。はい、で、今片側しかやってないんですけど、これだけでもだいぶ変わってくるのが分かると思うので、同じく双脚してみましょう。両足を添えて両手を一緒にしてしゃがんでください。さっきと比べてどうですか？結構じゃん。好みでいいですね。はい、横向きになっても同じく見てみましょう。はい、さっきと比べてどうですか？結構じゃん。はい、だいぶいけるようになりましたね。はい、うん。で、反対側もやってあげると綺麗に浮けるようになってきますので、ぜひやってください。はい、で、後半です。最後、今度は足の側部を使っていく動きになります。これ結構ね、大変な動作になってきますが、足の形の動きがしっかりと取れるようになってくると、かなりパフォーマンス変わってくるので、ぜひ、各関節の細かい部分のところは、ちょっと割愛させていただきますが、動きとしてバランスが取れるようなところに置いてもらって、足を後ろに投げ出した時に足の指が下を向く形を作っていきます。この形で前方向に体重を乗せる、回す、乗せる、回すという動作にしていきます。はい、この真ん中にあるところポコッと出っ張った部分、ここの動きを作ってあげるっていうところです。はい、で、この動きを何とか行っていただいたら、今度は足の小指をつけていきます。この状態で先ほどと同じく、そう、前、こっちの足を前にする、外側にあるあの
関節の動きを作っていきます。はい、で今度はこれの曲げる番ですね。こっちです。親指側をつけていただいて膝を曲げ伸ばししていく。こういうふうに親指を、こういうふうに親指をつけたい感じです。はい、はい、OK です。っていうふうにやっていただくと、どうですか、右足と左足床を踏んでる感覚だいぶちょっと変わってますよね。はい、うん、違うと思います。で、そこに体重の動きと、より、胸骨周辺の動きをちょっと作っていきます。で、バランスを取りながらとかで結構ですので、置いていただいたら右足やりましょうね。はい、そうですね、はい、いいですよ。左手でバランスを取ってもらって、右足を前方小指側に、さあ小指側に向きます、うん、で、この時に足がこのまま前に来ちゃうと関節の可動が少し緩くなっちゃうので、できるだけ左足に近い、関節で巻いての動作が加わった形でやってあげます。この状態で少し体重を受ける受ける。今度慣れてきたら膝を落とすというふうに行ってあげます。はい、で、で今度は、足戻してもらっていいですよ。ちょっと横側に向いて足を広く開いてあげてください。はい、そうサイドランジみたいな感じですね。で、こっち側に体重をできるだけ乗っけてもらって、左足側に体重を乗っけてもらって、足が、親指が、そうですね、正面に置きます。はい、では、そこから小指側が上がるような形で体重を乗っていきます。ここが関節としてゴムになりますね。で、これに股関節の連動性を少し上げていきたい場合は、この状態でやや股関節を内側に変えてみます。骨盤を切り上げて1つ、こうなんです、っていう形にしていって、ここをこういう状態でいくと関節も連動性として動くのが分かるかと思います。はい、っていう動きですね。はい、行っていただくと OK、 戻ってきたらいいですよ。はい、地に足についてる感じが全く変わりましたね。で、足も非常にやたらの動きやすくなってきて、これくらいできてるのが分かるかなと思います。はい、で関節の動きをしっかりと作ってあげて、モビリティ、動きの幅を広げてあげる。ただただストレッチするだけでも使えなければ、そこの関節の動きって意味がなくなっちゃいますので、関節の可動域を最大にして使えるように伸ばしていくというトレーニングです。はい、ありがとうございます。